から今の君のポテンシャルとかさ、はい、向上心ってものすごいあるなと思うんだけど、はい、うん、ありがとうございます。その上でこういう感じ、はいはい、イメージしてみたの。うわ、めっちゃ嬉しいっす。なかなか乗る機会ないからね。そうですね。うわうわ、気持ちいいでしょこれ。気持ちいいですね。いや俺も、いやまだこんだけ飛ばしていたいです。なんかちょっと踏み込んだらちょっと走っちゃうぐらい、うん、そうですね。お前だってあれだろう。何ですか。ブレーキないもんね。ないんですよ。いやそれはあのお世話になってる三輪さん、運行監督の三輪さんも言ってたんですけど、うん、だから4速で飛ばして周りの景色をお前は見ないと、うん、でそのままでちょっと記憶が飛んじゃった時に、あれこの手は誰だっていうのはありましたけど。大事だよそういうの。大事ですか。大事だよ。そういう経験してくるの大事ですかね。俺だってあるんですか。お座敷で飲んでて、はいはいはい、女優さんの膝枕で寝てたから。ありますよね。そりゃあるでしょ。そういうことありますよ。当然ですよね。ありますよ。モラルの中だったらいいんですよ。うん。いやモラルの中だったらそうですよ。どうだったのそれで、めぐちゃんたちと飲みに。だから飲みに行って。なんかだから本当まあいろいろまあお芝居の話ももちろんしたんですけど、うん、まあだからあのもちろんそのなんだろうな、いやこういうことを経験しといた方がいいよって。でもこれごめんなさい、あのご本人の前でこういう話をするのはすごくあれなんですけど、うん、あの三木さんに、うん、最終回かな、うん、三木さんいつも後ろ座ってらっしゃるじゃないですか、うん、でその時に後ろから声をかけていただいて、覚えてらっしゃるかどうかわかんないですけど、うん、お前今日は明日の、お前いつもそうだけど明日のことは考えるなよって、ここで燃え尽きろよって言っていい、うん、いただいた時はすごく軽い言葉になっちゃうんですけど、うん、キュンときました。俺昔の俺いいこと言ってるな。いやいやそんな昔でもないですけどね。そんな昔でもないか。そんな昔でもないですけど、だからそうです、気持ちがなんか 楽になれたというか、あ、うん、やっぱりここは後先